す。どうも。どうも。スタジオクーパー永田です。1A レコーディングスタジオの大釜と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。パワー。はい、早いですね。早いですね。どうですか、最近。ざっくり。ざっくり。どうですか、はい、まあ、自己紹介がてらのどうですかっていう感じでもいいですか。はい、全然。ありがとうございます。はい、普段、京都の山陰にある1A レコーディングスタジオっていうところでエンジニアをやっております。同じビルの中にね、はい、ライブハウスとリハーサルスタジオとありまして、はい、で、3つ目のレコーディングスタジオを、去年の4月か、はい、去年の4月に建てたばっかりで、リハーサルスタジオの店長と、はい、エンジニアを掛け持ちで掛け持ち、まあ、ちなみにブッキングもやってますね。バリ忙しい。三足のわらじを履いております。掛けてないんじゃないですか。だってバンドもあるでしょ。だって自分の、まあ、自分のバンドもありますね。ね、げんなりがあるげんなりもやっております、はい、ですよね。はい、それはすごいな。めちゃめちゃ忙しいじゃないですか。いやいやいや、そんなことないです。ガマちゃんがバンドで来てくれたんで、もうそれも20年はいかないですね。20年はいかないですけど、16、7年ぐらい前ですね。あ、それぐらいからの付き合いですよね。じゃあそうです。いやいや、今後ともよろしくお願いします。いやいや、今後ともよろしくお願いします。あの時のこととか覚えてあります？大体覚えてるっすけど、はい、面白い話題と言われればあんまり言えない話題。確かに確かに。ちょっといきなりニッチな話を掘り込んじゃうかもしれないですけど、その純度高いチャンネルで。あ、はい、いいですね。ワンイチチャンネル。あ、今結構お家でレコーディングできるようになっちゃったじゃないですか。はいはい、でも当時16、7年前って全くって言ってるほど無理やったんかな。やってた人っていたんかな。結構僕も自分でバンドやってた時とかもハードディスクレコーダーとかでやってた。ああ、ハード、あ、ね。やってる人はやってたんじゃないですか。なるほど。僕らの周りでやってるやつも見なかったし、家にあるっつっても MTR、8トラック、はいはい、カセットか MD か。そうですそうですそうです、うん。やったから、そのレコーディング環境がなかった。音を録音するってことができひんかったし、うん、覚えてありますか、1ヶ月に1回僕ら来てたんですよ。昔のバンドの。ありましたね。1曲撮って1曲で、そう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 。で1年後には12曲で、フルアルバムができるぞっていう、ね、いうのでやって、はい、で結果なんでか知らんすけど10曲やったんです。確かに計算合わないです。2回ほどなんかおじゃんにしてる日があるんです。そんなんもありましたね。ありましたありました、うん、それがもう今となっては同業種になりました。同業種になって、はい、ライバルとなりましたね。だからあの時があるからできるんですよ。そうなんですかね。いやいや、元からそういうのはやっぱこっちの道に来る人ってやっぱりなんとなく若干好きなところが違うっていうか、あ、うん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 、わかるわかる。なんかマニアックなところじゃないですか。わかります。例えばこのマイクプリがこれでこれでとか、うんうんうん、曲に合うワンとか、ね、楽器に合うワンも、はい、それはもちろんあるんですけど、例えば20万ぐらいの機材買ったとして、はい、あ、めちゃめちゃええ音やん。うんうんうん、で、こっから3、40万、まあ100万とか高いやつあるじゃないですか。ありますね。ここってこの安いこの2、3万の機材がここやとしたら、はい、まあ2、30万でこれぐらいくるじゃないですか。はい、こっから上って、まあこれぐらいの違い。うん、そうですよね。そうですよね。ね、うんうん、クロート感の、そうです、まあ、せめぎ合うとこなんですけど、うんうん、ここをやっぱ、攻めたいタイプじゃないですか。いや、攻めたいですね。攻めたいですよ。それを、だから僕結構苦痛なんですよ。それを理解している人が結構、ね、年齢がね、はいはい、それこそさっき僕、去年の、4月にオープンして、まあなんかちょっと新人エンジニアですみたいな空気感出しますけど、年齢が38なんで、その周りがそういったことを知っている人、はいはい、だからやっぱ憧れてちょっとそういうのをポチッとすることってあったりするじゃないですか。はい、まあまあ。だから周りからはもう、ちょ、お前の経済力でやめとけって言われながらもそれを買うんですよ。ロマン。ロマンなんです。ロマンなんです。アナログ機材はロマンですよ。そうですよ。ただ、そんだけ僕が散財をね、お金貯まってはすぐ機材を買いっていうふうにしたのは、永田さんのアウトボードはロマンと財産という言葉ですか。またちょっとあれ、ね、ここもうテロップ出してほしい。アウトボードはロマンと財産バンバン。でも確かにやっぱりそういうのは好きじゃないですか。まあその確かに持っててやっぱそのをやることで、僕ギターも弾いてるんですけど、ギターのそのモチベーションも上がってきますからね。確かにね、すごくいいです、うん、やっぱり。1A レコーディングスタジオのじゃあ、はい、機材構成をまず。機材構成ですか、はい、ね、これを見ている方にもお伝えしたいんですけれども、はい、まあ、DTMR というほどじゃないですけれども、それこそ永田さんのところでね、レコーディングをお世話になって、はい、で自分でできたらかっこいいなと思って、こう自分なりにこう、今もし見ているのがこう DTMR の人とかやったら、参考にしてもらえたら嬉しいなと思うんですけど、こう自分なりにこう買い集めたりとかして、はい、やってる中での派生で初めてスタジオを持てたのが、去年の4月なんですよ。ああ、なるほどね。
はい、そうですそうです。なので立派なっていうか、まあ自信はあるんですけど、はい、トリオトとかには自信はあるんですけれども、はい、大人の話で言うと、はい、予算であったりとか、はい、そういったものっていうのは自分ができる限りのところで収めてたりもするんです。なんかそのいい機材というよりかこうセンス勝負したって、で構成で言うと RME っていうのをインターフェースに使って、うん、それをライブレックとかでも使って、ああはいはいはい、すっごい楽じゃないですか。やっぱマディとか、ね、昔みたいに持ち込まんでいいですからね。そうなんですよ、あれだけでいいですから、ね、あれだけでいいんですよ。まあさっきも言ったんですけど、あのライブハウスガタカで録音することが、はい、ああそっか、録音もできるんですね。録音もできるんです、あのやることはできるんですけれども、ただあのタクが M7 なんですけど、はいはい、M7 なんですけど、スロットマディ入ってないんですよ。なんでどういうことかというと、マルチから引っ張ってるんですよ。何のためにこうってんっていう。何のためにこうってんと。ダンテもついてないですか？ダンテもついてないんですよ。これは意味ないね。これ意味ないんで、ほんまにあの、このチャンネルを、マジかよ、このチャンネルをね、ほんま、うちの社長に見てもらいたくないんですよ。お前ケーブルに積んでいけるって言ったやないけっていう話になるんで。確かにね。そうなんですよ。これ見られたら困るんですよ。あー、今ゾッとするわ。じゃあまあ、ライブレックもそのままガタか、もうやろう思ったらというか、まあできるっちゃできるし。そうです。それこそ今のこのコロナ禍で、配信ライブっていうものがこう、はい、増えたんで。ありましたね。まあそういうのを対応するっていう、レコーディング機材。もう10ユーぐらいで収まって、うん、まあ、それをゴロゴロ引っ張っていけば、あとパソコンと配信ライブもできるし、録音もできるし、ライブもできるっていう、うん、いいですね。でおかげさまで評判は良くて、わざわざそれをしに来る子もいるっていう。おー、いいですね。嬉しいですね。いやもうそう言っていただけるとね、我々本当にめちゃくちゃ嬉しいです、はい、音いいできました。あー最高ですね。最高の褒め言葉。いやそうなんですよ。それだけでビール、いやもういけるっす。いけるっす。例えば同業種にビビりましたとか言われたらもう痺れるっすよね。こっち側は、ね、でまあメインのマイクプリガー、まあ、フォーカスライト430、はい、ISN の 430MK2 ってやつなんですけど、これも後継機、後継機ぐらい、そのぐらいですぐらいです。これも一応リミテッドエディションなんで、これまあ、すいません、失礼いたしました。失礼いたしました。すいませんね、なんか。いや、本当に。いや、でも、いいんです。いいけど。まあ。モナ結構いいんですよ。やっぱ、マイクプロセッサーなんで結構、自由に。はい。あ、そっか。いろいろついてるんですよね。グッとつけ、うん、ゲートまで。あ、ゲートもついてないよ。ゲートもついてません。ゲートディエーサーまで行ってる。あ、ディエーサーも行ってる。なんで、結構使い勝手がいい。でそれがまあメインのマイクプリで、まあ、他はあの RME の中に入ってるマイクプリも使いますし、はいはい、あそっか、なるほどね、うん、あれ使い、あのもう使ってます、あのフォーカスライトの8プリ、これも価格は低いんですよ。結構あの手に入る、全然手に入るぐらいの金額で。そうですよ、20万中盤ぐらい。いやいや、そうなんです。10万台ですよ。安っ。10万台でいきます。いけるんで、で8プリなんで、それを2つあるんで、まあ16チャンネル、まあよくレコーディングの時に喋るんですけど、センスですよね。結局ね、うん、ある程度のクオリティで撮れる環境があれば、うん、こっちとこっちと、あとまあね、マンドさんの気合というか。気合とかはまあどちらでもここだけでいいですから。確かに。じゃあほんなら、今まで自分が使ってきた中で一番最高のマイクベスト3。ボーカルでいいですか。はい、一番皆さんやっぱ聞きたい歌は、そうですね、なんかね、あのちょっと知り合いに楽器店のやつがおって、はい、いろいろ使わせてもらったんですけど、結果今自分が使ってる87でいいんですかね。 AI です。はい、まあ、結果一番良かったですかね。まあやっぱね、あの87って昔からの王道機材じゃないですか。王道機材ですね。まあそれだけあれば、まあ基本的に何でもいけるっすか、ね、そう何でもいけるんですよ。ボーカルもいけるし、ベースもいけるし、ドラムもまあやろうもだいけるし、いけますし ね、なんかやっぱ何にでも使えるじゃないですか。まあ確かに、意外とパッド入れたらそんなに歪まへんし、ただやっぱギターとかに持ってくると結構歪むじゃないですか、ね、あ、そうですね。ね、バチバチビリビリビリって、ね、入れといたらいいのになって思ってる節もあるんですけどね。もう誰かに渡すときは、まあ、そうでもないんですか。僕誰かに渡すときはもう問答無用で、これなんかアドバイス、逆に僕長さんにいただきたいという話なんですけど、はい、もうパッドバーン入れてもらって疲労側で上げるっていう感覚で。ちなみに僕87 の、 あのマイナス10デシあるじゃないですか、はい、あれは10デシ以外やったことないですね。おお、一生入れっぱ。多分こういうなんこういうなんですよ多分。そこはまあ言ったらそういうインプットの兼ね合いあるじゃないですか。はいはいはい、まあ、SN 費もあるから、ちょっとその、うん、それの兼ね合いもあるんですけど、うんうんうん、言うて、我々撮ってる方向性って、その、ね、例えば、めちゃめちゃこう、ジャズで、こう、すごいダイナミクスいるような感じの
ね、クラシックとかやったらまたちょっとそれは話変わってくる、変わってくると思うんですね。基本的にやっぱロックな、うん、もっと言ったらハードコアとかね、そうですね、メタルとかもいっぱいいますけど、うん、基本的にこうバシーンっていく、そう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 、バンドさんがやったりまあそういうのが多いから、うん、やったらもう必然的にパッドは入れるっすよね。入れ、あ、やっぱそうなんですよね、うん、僕も87使って思って、でその2位に行くんですけれども、はい、87使って思ったのは5パ、あー5パチュアのね、これはその、うん、やっぱり一人でこう DTM をやってて、うん、まあレコーディングもやってみたいとか何でもいいんですけど、自分の環境でそのなるべくベストを尽くしたい方っていうのは、うん、これ5パチってすごいと思うんですけどね、あのマイクって。確かに、うん、めちゃめちゃ優秀っすね。めちゃくちゃ優秀じゃないですか。確かに。結果なんか例えば比べてもらったら、あ、なんかななまあその環境によると思うんですけど、こもってるなとか、なんかそういうふうに思う人もいると思うんですけれども、うん、全然大丈夫なんですよ、あれで。まあ選ぶとは思うんですけども。いや、でもわかります。ねえ。それはめちゃめちゃわかります。でもまあ僕らってその職業柄やっぱ歌い手さんがテンション上がってほしいから、うん、まあなんていうんですか、こう見た目のかっこいいマイクってやっぱちょっと選びがちだったりするじゃないですか、うん、確かに。だから僕ハードコアのバンドさんで、まあそれこそあの87用意して、はい、でこうね、リフレクションとかもこうガチッと置いてあって、あ、いわゆるのちゃんとしてたり、いわゆるでした、はいはい、でもトークバック用に置いてた58があるんですよ、はい、ゴッパが。でブース入らはって、はい、ゴッパパーンとってむちゃくちゃかっこいいですやっぱり。まあそうっすね。しかもそういうのもあるし、例えばその卓六とかもまあ言ったら下手なコンデンサー買うより5857があれば大体の音源取れるっすよね。大体取れるっすね。5758十分っすよね。十分、結構ほんまに十分やと思うっす。うん。最低限であり最大限でもあり。うん。なんかいいこと言いました今。いやほんまにほんまに。いや本当にそうだと思いますよ。なんか溢れてるだけなんですよ、その58とか57が、うん、手に入りやすいから下に見られがちとか、うん、確かに違うんですよ。やっぱりあの吉野家の企業努力ってすごいじゃないですかそれと一緒なんですよ。ああ、やっぱりでもがしてるとは思えないですけどいや絶対使えへん絶対使えへん。サインサインって今思ったけど、サインから普通上がっていかないと思うんですよね。1位これこれ1位これこれですよね普通。確かにね。まあでもまあ同率みたいなもんです僕の中で。ああ全部、はいそうっす、全部同率ですね。ほんでサインはえーと赤毛414、これも、ああ414ね、はい、414と優秀っすね。優秀っすね。あのやっぱり僕のまあ再生環境とかいろいろあると思うんですけれども、はい、その無駄な下はちゃんと入ってるんですけど、うん、無駄な下がないっていうイメージなんですよね。ローカット入れてます？入れずです。ああなるほど。へえ。まあちょっとそのジャンルとか周りの桶によって変えたりもするんですけど、はい、ですかね。うん。ゴッパチとかゴナナとか買ってもう一歩進みたいなっていう人はもしかしたらいいかもしれないですね。確かに。もうその言ったらその間のやついらんから、そのゴッパチゴナナでもうちょっと欲しいなと思ったらもう。414か87まで行くべき。あ、いや、もう、それも思いません？いや、思いますよ。思いますよね。うん。鼻から、やっぱ、上のやつ、なぜ、現場で、うん、その、王道の機材っていうのが、ずっとこう、使われてる。例えば、うんうんうん、あの、ニーバの73とか、73に対して、こう、チューブテックの CL とか、うんうんうん、とか、かけたりするじゃないですか。はい、王道の機材っていうのは、やっぱ、何かしら理由があって使い続けられてるってことなんで、はい、そうですよね。うん。はじめにそれ買っといたら、そこを知ってるわけじゃないですか。だから、もっと選択肢が広がる気がします。しますよね。なるほど、うん。入門編からこう始めていくのもありなんですけど、ね、はい、入門したらいきなり上、買う。いや、頑張って買う。勇気いる人はいると思うんですけれどもね。だいぶハードルは、87に関してはだいぶ。まあまあ、ちょっとあれですけどね。うん、まあノイマンで言えば僕はもう67が一番最高。使ってみたいですけどね。まあまあそんな感じで、そんな感じでわーわー言うとりますがですね。わーわー言うとりますけど、もうちょっといろいろほじくりたかったですけど、なんか雑談がいっぱいになりましたね。いやーほんまにいやだって今言い方を変えれば、はい、その付き合い18年を十何分で収めようって話なんですか。ああいい話ですね。そうですよ。うまいこと言いましたね。いやいやとんでもない、はい、ありがとうございますこういうなんで、こういう喋れたらバンドもできますし喋れたらバンドできるし、レコーディングエンジニアとしてもちゃんと
そういうのも大切ですから。わかんないです、我々が喋れてるとは思ってないかもしれない。ああ調子こいつら何を言うとんねんって思われてるかもしれない、かもしれない、はい、まあまあでもそれでもいいです。そんな感じで、はい、ありがとうございました。いや、なおちゃん、とんでもない、いや、はい、もう嬉しいですもん。いやいや、青春時代からお世話になった中田さんに。いやいやいや、またじゃあ一恵にも遊びに行かせてもらいます。ぜひ遊びに来てください。ぜひ、お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。最後じゃあ決めなんかやってください。決めっすか。はい。いや、もう決めないです。皆さん、いろいろこうね、ちょっと音楽に対して難しい時代になってきましたけども、乗り越えるアイテムというのは一個です。パワー。うわー、つらいっすわ。ありがとうございました。